はい、皆さん、毎度毎度。美容の仕事はね、薬次第？うちあたりはね、おしゃれ染め少ないから経験値少ないんだけどね。だけどね、やっぱり、イルミナカラー？ちょっと割高だよね。だけど、イルミナカラーやってからね、何の苦労もなくなったね。初めてイルミナカラーでね、毛染めした時ね、俺、天才じゃねえかと思ったよね。だからね、やっぱり、このヘアカラーっていうのはね、薬が勝負だからね。ディーラーにもなかなか都合があるからね、利益率の高いものを売りたがるよね。あと仕入れしやすいものね。そんでもってさ、それをさ、もうディーラーはさ、素人だからね。そんなに変な薬売りつけられたらさ、仕事しててもさ、冷たい汗、冷や汗ばっかり出てさ、面白くもなんともないよね。やっぱり自分で使いたいさ、イルミナならイルミナ使ってさ、あらよってんで塗ったらいい色出ちゃうみたいなね。頭使わないのが一番。で、やっぱり、その方が仕事がうまくいけば、やっぱり美容室さんもね、自信がつくしね、クレームが減れば余計な神経も使わないで済むしね、経営者もそうだよね、現場を知らない、もう昔のさ、パーマ液とか毛染めのイメージしかない方は、どこの薬使っても一緒だよ、みたいにね、あとは値段が安ければ OK なんてね、安直に考えてる経営者ね、染まんないのはね、あとは技術でなんとかしろってね、技術だけじゃ無理よ。どんなにね、素晴らしい技術でね、持ってね、安いね、毛染めをね、混ぜてね、かき回したってね、イルミナにはなんないよ。特にね、個人でやってる美容師さんはね、融通が利くからね、使いたいね、薬をね、お金のことなんかあんま気にせずね、なるべくいいものを使うってのがね、一番だね。ここでね、誰の話を信用するかってことになるけどね、美容関係のさ、ネットで出てる情報ってのはみんな嘘だからね。もうみんな嘘。イルミナがいいってのは多分みんなが認めてる事実だと思うけど、あとパーマ液ね、これも使い方にもよるけどね、自分がなんかパーマ上手くなったなと思ったのは、ロレアル・デュルシアアドヴァンスのチオ、緑の袋ね、F の2ってんだけどね、これ使うようになってからでね、あれ、俺パーマ天才かななんて思い出しちゃったね。あと、ミルボンの CMC もそうだよね。使いやすい薬、いい薬はね、技術もね、頭も使わない。塗って終わり。塗って巻いて終わり。に引っ掛けて終わり。変な薬になればなるほどね、技術がいる。ああやったり、こうやったり、いろんな色混ぜたり。そんでもっていい結果が出るかって言ったら、いや、それほどでもねえんだよ。だから悩んでネットでね、また怪しい人の情報を探すんだよ。で、余計どん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 で混乱していくんだよね。誰の話信用してもいいけどね。うまくなりたかったら薬次第ってとこあるよね。パーマ液次第。毛染め次第。皆さんは誰の話を信用するかね。はい、お疲れ様でした。家で紫シャンプーでシャンプーしたらどうなるかな、それ。どうなるんだろわかんない。赤が消えるっつうんだよね。う。じゃあ、なんだろう。白くなる？白くあんなんだよ、そんだけ。し、し、なんだ、よくわからない。ちょっとなんていうの？赤みがなくなるってことでしちょっとょ？赤みが薄れるんじゃない？で、紫が入ってるから。紫は赤と青だっけ？ってことは、イエロー、黄色っぽくなんないってこと？イエローグッドか、イエローバイバー。グッドバイイエローだから黄色くなんないんだよね。なんかくすんのかちょっとやってみたい気もするけど、な。やるよ、一本。本当に？だからちょうど学校休みだからやろうかそんなに染まんない。な。本当？ほとんどオンラインだったんだ、ひまり。今月ほそう。とんどオンラインだった。何やってんの、授業っていうか、お勉強。なんかね、向こう行ってやるやつは、こう字を書くさ、字を書く。そう、タイポグラフィーっていうなんかそのフォントみたいな勉強してんだけど、それもオンラインになっちゃったから、ほぼ提出だけ学校で。